はい、皆さんこんにちは、小野真也です。今回のブックレビューはですね、家族の幸せの経済学、データ分析で分かった結婚・出産・子育ての真実という本ですね。山口慎太郎さんという方が書かれた本を取り上げてみたいと思います。出版社さんはですね、公文社新書となっておりまして、新書で出ております。いつ出た本かと申しますと、1919年、この収録の時点で昨年になりますね。昨年の7月30日、ということで、私が買ったものが、購入したものが2020年1月22日の6刷り目ということになってますね。はい。で、著者の方をちょっと見させていただきますと、東京大学経済学部政策評価研究教育センター教授というお仕事をされているようです。慶応義塾大学商学部をご卒業されて、同大学院商学研究科修士課程、そしてアメリカのウィスコンシン大学の経済学博士号を取られていると。そしてカナダマクマスター大学助教授、准教授を経て、現職に就いておられるということですね。この本の、面白いところというのは、家族というものに関する、経済学となっていますけれども、家族学というような形で、そこまで経済的な動向というのが、とりわけ突っ込んで書いてあるわけではないのかなというふうのは、一つ突っ込めるポイントなんですが、ただ章立てを見ますと面白いのは、その家族、2D というような言い方をするんですけれども、ダイナミクス理論というのが、あって、そこは、またおいおい説明するとしてですね、自分のこう生存を高めていくというところに対して、パートナーが存在し、パートナーがとの関係から生じる子育ての部分っていうのを含めて、D というのはデザイアだというふうに考えていただければよくて、セカンドデザイア、2番目の、欲求、欲望というかね、部分。でそこがね、きれいにこう、章立てで、解説されているという部分が面白いと思います。当然、その男女の出会いというところで、結婚という部分。そして、結婚したら赤ちゃんが生まれて、家族を作っていくわけですけど、育休という部分と、育休という休むという部分は、お母さんの方に焦点を当てた章立てがありまして、そして育免ということで、お父さん側に焦点を当てた章がございます。そして、ここから社会的要素というものをもうフューチャーしてるんですけども、特色を当ててるんですが、保育園というものの経済学というような章、保育園に注目した、保育、幼稚、いろいろありますけれども、幼児教育というものを考えていく部分ですね。そして、家族の解体というようなね、家族の成立と解体というふうに考えるならば、離婚という問題も取り上げています。ある意味その 2D ということで表現しましたけど、パートナーを見つけ、子供を育て、子供が大人になるとその家族は解散になるというような見方をしている人も現在いるわけですけれども、離婚というそのものも見方も、いろいろなね、変化があるのかもしれませんが、そういうような形で、家族というものををこう段階的に章立てでまずぶつ切りになって読むことができるという部
部分は興味深いと思います。当然そのそれぞれにね、社会的、社会学的、経済学的な分析がなされていて、面白いデータというのがあるんですけれども、今回私が取り上げたかったのは、その中でも、保育園の部分と、まあ、育休、行くママですかね、行くママ、行くパパ、行く面の、その部分というのをちょっと深掘りしたかったというところがあります。まあ、なぜかということなんですけども、それはまあ保育園というもののニーズというものが、社会的にも言われていて、まあ、松本市さんとか安曇野さん、私のまあ地元の市役所さんなんかでリサーチをさせていただいて、どういうニーズがあるんだろうというようなものを調べたところ、当然ねママさんたちなんかのインタビュー、ちょうど妹がおりまして、妹にも子供が2020年になって新しい命が生まれたりしているわけなんですけれども、まあそのような現状をいろいろ鑑みながら、社会的な保育園作り、保育所作り、幼児、新しい部分もあるかもしれませんし、厚生労働省の、ガイドラインというものもね、昨年一通り読ませていただいた部分がありまして、そこからもインスパイアされたというかね、部分があるので、そのあたりをお話しできたらなと思って今回の音声を撮っています。はい。まず、社会的な要素として、上げざるを得ないのは、その保育無償化という話だと思うんですよね。でここでもそれは取り上げられていて、保育無償化になったけれども、じゃあお母さんたちがね、その働きやすいかどうかっていうような部分っていうのが、保育所を作るとか、保育園が充実しているとか、質の高い保育が提供されているっていうこととイコールと、その保育園に行かせるお金がただになるというのは、結局その保育園に行かせられなかったらそのお金っていうのはもらえないし、お母さんたちも働きに行けないわけで、絵に描いた餅というか、できないことを、順番が違うというかね、なんて言うんでしょうかね、そういうちょっとジレンマを、お母さんたちご家庭に強いてしまっている部分があるんじゃないかという指摘があります。それを解決するためにはやはり保育園の充実、まあ、繰り返しになるんですがという部分が必要だし、お父さん、育免の部分にもね、関係したとしても、お父さんもその保育園に絡んでいくというような、そういう参加型の保育っていうようなことを最近構想してきているので、まあ、この本のね読書レビュー的な部分と重ねながら、そんなこともシェアしていければなと思っています。ちょっとね取っかかりがね、難しいんですけれども、まずはこの本のね、実際にページ、何ページかというところを お示しできればなと思うんですけれども、第3章育休の経済学というところには、給付金の充実よりも保育園の充実をという章が、やはりあります。そこの部分はね、今言ったような感じで、非常に共感している部分かなと思います。今の制度以上に育休期間を延ばす必要はないでしょうというふうのがあるんですけれども、今の1年間がちょうどいい長さのようですということで、1年間はまあ育休でね休むというのが、まあお母さんにとってもいいんじゃないかというようなのが、ここの方は言われてますね。ただ現実に、どうでしょうかね、いろいろな考え方がありまして、産んだらお母さんはまあ動けるし、母乳もね、
まあ、この別の話にはなるんですけど、この本の中では母乳をあげたからといって、必ずしもこう、なんて言うんでしょうね、赤ちゃんが健康になるというのが、まあ、俗説になりつつあるというような、まあ、8日目のね、母乳は絶対飲ませた方がいいとか、いろいろ説はあるんですけども、ビタミン D のこととかね。ただ免疫のそのラクトフェリンとか、まあそういう話もあるんですけれども、ただまあお母さん自身の体に、いろいろな農薬とか、老廃物とかがね、溜まっている場合、外部から抽出した栄養の方が、母乳を上回るということもあるのかななんていうことも推測されます。まあそれはちょっと赤ちゃんの方の話題になるので、今回の保育の部分とはちょっと離れてしまうんですけども、そういうようなお話もあります。ちょっと話が飛んだんですが、まあ、私が今現在考えている保育とかその連携というものは、もうちょっとこう、段階がこう遡るという意味で一応触れておきたいなとは思いますね。0歳児、まあ、つまり、生まれとか数えとか言うんですけども、例えば1歳になったとして、1年確かに生を与えられて受けているんですけども、実際には、まあ、受精卵になった時から10ヶ月ぐらいがあって、それをまあ数えると2歳だよっていうようなね、みんなそういう数え方はご存知かと思うんですけども、そういう意味では、0歳の前の教育というのが例えばあるとして、そして、お父さんお母さんのための性の教育というのがあるとして、そこがね、まあ、子供がなかなか生まれなくなっているという社会にあっても、ポイントの部分なのかなと思うわけですよね。ゼロの部分とゼロより前の部分、そこから教育が始まると。ちなみに、その母体のね、体内にいる時も赤ちゃんの耳だったりは割と早いうちから聞こえているということですから、そこから教育が始まっているというのは間違いないですね。そして生まれてくる0歳の部分、0から1歳の部分、1歳児、2歳児、3歳児と、まあ、そういう部分も含めて、より質の高い、教育というふうに言っていいんでしょうかね。人間力を赤ちゃん、生まれてくる新しい命に与えたいと思う場合、お父さんお母さんが当然一番大きな役割を果たすんですが、サポートを受けるっていうことが、やはり、より良いその生育にですね、子どもたちの生育にプラスになるということで、幼児保育の大切さというのは、まあ、この、家族の幸せの経済学で触れられているんですが、さらに前の部分に戻ってというか、前の部分から連携するようなサポート体制っていうのを作った方がいいんじゃないかというふうには私個人が思っているところです。それで長野県の、そうですね、助産師さんの方とかとね、お話し合いさせていただいて、そういうことができるんじゃないかと。保育から、まあ、その、お母さん、お父さんが、子供ができたよというタイミングから、連携ができる、まあ、期間というかをね、作れないか。そして、保育所までをね、充実して、まあ、小学校というのは、まあ、義務教育というところですから、そこまでつなげていく。とりあえずはですね、6歳までつなげていく部分ができないかということを、まあ、欠落というわけではないかもしれませんが、充実をさせていくことが、社会には求められてるんじゃないかというふうに今、思っているというところです。
はい。ちょっとね、また私の考えが優先してしまって、本からね、かなり離れてしまってはいるんですけれども、イクメンというところで、じゃあお父さんたちというところにね、ちょっと本のデータに、差し戻ってね、考えてみたいと思いますが、男性の育児休業取得率、というのはね、じゃあどれぐらいでしょうかということをグラフになっているので、それをちょっと読んでみたいと思います。出どころは厚生労働省ですね。一番このデータの中で古いデータというのが1996年ですね。今から24年ほど前、ちょうど四半世紀ぐらい前と思っていただければいいかと思います。そこでですね、なんと育児休暇取得率というのは 0.12% ですね。これはどれぐらいに1人かというと、100人いらっしゃって、1人いないと。1000人いらっしゃって、ようやく1人いるという感じ。1万人いらっしゃると12人ということでございますね。右肩上がりに確かに、上がってきているというので、一番最新のデータで2017年のデータがあります。かなり、16から17にかけては 2% ぐらい伸びましてですね、これは素晴らしいデータかなとは思いますが、それでも 5.14% ということで、100人のねパパがいらっしゃったら、まあ、5人という部分、1000人いらっしゃったら51人、1万人いらっしゃったら514人というような方で、まだまだ少数派かなというふうに言えるかなと思いますね。育児休業を実際に取得するパパというのはまだまだ少ないよと。ただ、2% ね、増えたというデータもあるので、パパはね、休みを取るということ、徐々に増えつつあるよという傾向です。まだ少ないけどねという。じゃあ比較するのは当然外国なんですけれども、見ていきたいと思いますが、OECD ファミリーデータベースというところが出している2013年の育休取得率、男性の部分見てみましょう。育休をね、取る取らない。日本の場合は現状が 5% 強と、まあ、あるデータで 5% 強だったんですよね。さて、じゃあどうでしょうかと。1位、フィンランド。さあ何パーセントでしょう。80% を超えています。80% 以上が育休を取る。そしてスロベニア、80弱ですね。78とか9ぐらい。スウェーデンが 71-2%。デンマークが68とか69ですね。スペインは56とかそんなもんですね。ベルギーが48-9で、リトアニアが42とか1ぐらいですかね。エストニアが38-9あたり。ポーランドが33ぐらい。ハンガリーが25ぐらいですね。で、オーストラリアが23ぐらいですかね。ということで、フィンランドに関してはもう8割の男性が取ってるということ。で、まあ、ここに出た一番少なめのオーストラリアなんかでも、25% ぐらいですか、4人に1人ぐらいは取っているというようなね、データでございます。まあ、もちろん世界にいろんなね、国がありますから、必ずしもいろいろ言えないんですけれども、進んでいる国は進んでいると、当たり前のように、5割以上の国、2人に1人以上の国っていうのは、まあ、世界にあるんですよというのは、参考になるかなと思います。はい。そしてですね、
じゃあ休んで、お金をね、お父さんたちもらえるのかなっていう部分なんですけども、育休期間と給付金額っていうデータがね、また OECD で、ファミリーデータベースで出ていて、100% もらえる国っていうのと、100% もらえない国っていうのが、ありますね。はい。チリ、ハンガリー、メキシコ、トルコ、ギリシャ、イタリア、オランダ、マルタ、ポーランド、エストニア、スペイン、リトアニア、ノルウェーはちょっと足りないですけど、ほぼほぼ 100% もらえると、いうような感じになっています。なので、普通に休んだ分を、もらえるという部分。実は日本は、ここで見ると6割弱もらえることになっていますね。そして、なんと父親向けの育休週数というのは韓国に並んで第2位ということで、非常に質の高い育休を実はねあるということなんですね。制度的にはあるんですが、取っていないと、取れないというこのジレンマがここでは浮き彫りにされておりました。じゃあどうしてなのかなというと、日本特有の人間関係、上司とか同僚の目が気になると、まあ、それで取れないんだみたいなね、ことが書かれています。制度的にはもう取れるので、取っていただくと、そうすると取るのが普通なのねみたいなねことになってくると、日本の育児制度っていうのが制度的にも用意されているのでね、あとは人間が変わるだけなんじゃないかなみたいな、そんなことが、分かってきたりするかなと思います。これはね、もし、お聞きの方で、パパだったりしたならば、ぜひ思い切ってね、それが社会の、日本の社会では、まあ普通になってもいいんじゃないかな、というようなね、ことを、まあちょうどね、小泉さんですかね、なんかも、育休問題がね、言われてますけれども、育児に専念することで人間力は上がるというふうに言われていますから、今後のキャリアアップのためにも育児に全面的に参加した方がいいというふうに言う方もいますので、人間力が上がることによってビジネスの力というものがさらに伸びて、思いやりを持てるようになるとか、女性に優しくなれるとか、いろいろな能力がね、つくんじゃないかというふうに考えられていますので、それがね、社会的に一般化してくるとよりいいのかななんていうふうには、この本をね、読みながら思った次第です。はい。そしてまあそのね、私としてはその幼児教育保育を作っていくというような、部分に立ち戻って考えますと、サポートする側としてね、お母さんのサポートとお父さんのサポートというようなことを同時にできる保育施設ですね。まあ0歳児からのというところなんですけど、0歳より前からのというところですね。まずですね、幼児教育というの、実は私は保育園というものに行かなかったんですね。行かずに母がほぼほぼずっと見てくれていたわけなんですけれども、改めてその厚生労働省のそのガイドラインというものを見たときに、いろいろな情緒的能力とか意欲とか忍耐力とか協調性とか、そうした大人になってからもずっと使うような能力ですね、シンプルだけど、まあ、欠落してしまうとずっとこう社会的な人間とかね、能力上のこう
まあ問題にはないんですが、ずっと開発し続けられるとは思うんですが、まあその3歳から5歳ぐらいに伸ばしておきたいものというものがね、すごく明確にされていました。逆にすべその厚生労働省のガイドラインにもありましたけれども、そこにあるものをすべて学習する、つまり、義務教育にあるようなですね、算数をじゃあ足す算から引き算まですべて学習してできるようにしましょうというものではなく、優れた質が提示されていて、それに到達する努力を個々がするというようなね、極めて自由的な理想像というのが掲げられていたんですね。つまり簡単に言うと、幼児教育というのは生涯継続する生涯学習でもあるというのが、まあ、私の結論なんですけれども、なので、まあ足りない、自分がこう人間的にちょっと足りないなと思ったら幼稚園に行けみたいなね、まあそういう感じの、まあ、本がね書けそうなような感じなんですけども、まあそういうさまざまな能力を開発というかね、伸ばしてあげられる役割をするのが幼児教育なんだろうなというふうに、思っている次第です。で、まあ幼児教育がじゃあ重要だっていうことが言われている、まあ、世界規模で注目を集めているっていうところに関しては、結構早めというかね、オバマさんなんかも言っていたということなんですね。オバマ前大統領が4歳児向けの教育プログラムの推進を各州に促していたとか、EU なんかでも2000年代前半に9割の子どもが幼児教育を受けられるようにすることを目標にしたなんていうことで、人生の早いうち、まあ3から5歳のうちに、人間力を上げていくことで、社会にとっては、その後ですね、小学校、中学校、20代、30代、40代、ずっと生涯にわたってね、社会的、益を被るというか、まあ、与えることができるということで、まあ、インパクト大きいだろうということが言われているわけですね。あくまで、お父さんお母さんが主体の子育てなんですけども、そこにね、質の高い、こう能力を高めるための、工夫をね、お父さんお母さんも学び、そして、サポートする側も学びというその情緒能力の部分をね、強化するサポート体制を家族と連携で作っていくという部分が非常に大事な部分です。お金を出して、保育が無償になる、お母さんたちが働ける、お父さんも楽でできるというのではなくて、より良い子育てをするための、まあ、保育だということなんですよね。そういうことを、まあ、考えていくことがね、大事かなと、思っています。はい。ということでね、ちょっとまだこの家族の幸せ経済学という本がね、消化しきれてない部分があるんですけれども、保育園というもの、子育てというものを、まあ、お父さんのね、育休に関してはちょっと触れることができたんですけれども、まあね、もう少し、また次回にね、深掘りできたらなと思います。とりあえず、共有したいビジョンっていうのがね、0歳児からの部分とか、0歳前の部分から、こう、社会的サポートがね、できればなというところで、お話をさせていただきました。はい。それでは、またね、またの機会に、深掘りしたり、またね、他のパネラーの方とかにね、援護していただくようなね、逆に突っ込んでいただいたりとかね、していただければ、より充実したものができてくるのかなと思いますので、どうぞよろしくお願いします。それでは、今回は以上です。ありがとうございました。